前回ですね、前回がここね、ここで一応なんかオートセーブされてるって感じで、まあオートセーブされた後がここだったのでね、ちょうどよかったなというところで、またこっから始めていきたいと思います。さあ、それでは早速ですけども、トゥームレイダー始めていきましょう。ララと一緒にミッドナイトララバイ第2回生実況始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、ホイットマンですね。ホイットマンを、いくぞ。何これ。火をつける。火はないぞ。戻ればあるか。あったんじゃないかな。多分あったね。ちょっと確かあったはずだ。ほら、あったあったあった。よいしょと。ちょっと火をね、もらいに、なんかわけもわからないものがあったんでね、ちょっと火をつけちゃおうかなと。なんか、なるのかな？どうぞ。ほい。ポロン。サルベージ。あー、あー、すっげえ。なるほど。サルベージっていうのを集めると、装備品がアップグレードできると。ここに火あるやないか。はい、ということでね、ありがとうございます。こんばんはでございます。まあね、ごゆっくり見ていただけたらね、嬉しい限りでございます。おっと、宝があるぞ。ちょっと失礼するぞ。飽きられん。斧の強度が足らない。斧の強度？そんなできんの？斧の強度？斧ってないっすよ。 ここでできんのか？そういうわけで、これスキルでしょうね。ちょっとわかんないですね。わかる人いらっしゃいましたら、ちょっと教えてください。武器の強化、もしかしたら先進んでたらわかるかもしれないですね。はい、ビビスさん、ありがとうございます。ケンさん、こんばんはでございます。クドさん、こんばんはでございます。グサ、ありがとうね。白っ子叫んだぞ。 ハマカーン。ちゃう、ハマーン。 間違った。 さあ、何か光ってるな。やたら広いエリアだな。なんか弓がそこそこと落ちてるんだよな。何を意味しているのか。おほ、ここにもある。ああ、なんかここにもあるね、サルベージ。ちょっと白くはね、後回しにして、なんかこういう落ちてるものをちょっと先に取っていきたいと思います。わ、なんか神社がある。神社。誰を祀ってるの？誰を祀ってるの？めっちゃ気になるやん。気になるやん。これ壊れてるやん。
頭ないやん。照らしてみるか。おい。あ、落ちたね。ホイットマンのうざさにはびっくり。つなぎのシーンのメ撮影でなモをんであしんとなくし大騒た。ぎするわけ？だいたいカメラの前に立つのがあの人の仕事でしょ？実際の調査には何の役にも立たないんだから。ということでね、各自読んどいてください。ゲサルベージ。サルベージが落ちただけか。お、これは。お。何これ、なんかヒューヒューってできるんだ。すげえ、飛ぶだけじゃないんだね。辺りにはもう何もないかな。すいませんね、ちょっとね、周りをちょっと見ております。回避。うわ、びっくりした、びっくりした。 おかみ、あ、カメちゃん、ちょっとダメ。ぐはー、違う。いや、だって右上に今さっきの子回避がどうこうしてパーって読んでたら、それはいけないっしょ、狼出てくるのは。焦るやん。ほんとに。回避だね。わかった。嫌な予感がする。にゃーら、あの狼、絶対次はドカンと言ってやるからな。待っとれよ。いいタイミングで、しかも補足が出るからな。敵よりも補足だからね。敵よりも補足だからな。ここな、また神社がある。今見たっつうの。誰を祀ってるの？よし、行くか。来いよ。避けるな。こういうことか。オッケー。ちょ。木がこう、林が邪魔。オッケー。で、狼調べたら、あ、いけるね。オオカミはどこかな？あ、ここだ。これで経験値が入るんだね。倒すとね。おっと、鹿がいた。鹿を借りたい。あ、どっか行った。鹿ってたな。鹿ってたなって何それ。 よーし、倒せた。いや、今のはね、あれだよ、そういう時もあるっていうパターンで。消すで、おっと、出た。何かの容器。ジオキャッ誰かがシ隠しておいたの？ュ。ジオキャッシュを手に入れた。あ、いる。白子。白子じゃないんだけどね。あ、ウサギがいるな。お待たせ。あ、ここにある。OK。 ここにもあるな。これ壊せないかな。あ、無理だね。あ、キャンプできるんじゃない。あっち。あ、ほら、キャンプできるけど、スキルが何もできないんだ。経験値貯めないとダメなんだね、これ。強くしたいな。
こっち進む系だな、多分。そんな気はせんでもないけど。とりあえず、出会いに行きましょうか。お待たせ。実に素晴らしい。これ見覚えがあるの？きっと儀式か何かで。この女性の絵は特に興味深いものだ。何描かれてんの？描かれたのは最近見た。島の住民だな。船の残骸があるからきっと彼らも遭難して流れ着いたんだ。じゃあああならないように気をつけなきゃ。そっちを見てくれないか。ああ、ハンドルが取れてる。行くぞ。ダメ、折れちゃう。もっと頑丈な道具じゃないと回せない。どうしたらいい？何か使えるものがあるだろう。素晴らしい。もう何回見てんねん。素晴らしい。斧を補強できるはず。斧を強化しろ。これで斧が強化できるんか。キャンプさせて。おう、ほんとだ、すげえ。集めたサルベージを使って装備品を、装備を、ごめんなさい、装備をアップグレードする。これだ。これちょっと回しちゃおう。強化した。クランクを回せるようにします。これでクランクが回せるようになった。ってことはこの宝も開けれるんじゃないか。ほら、やっぱりやったね。え、なんもないの？からかい。なんだよそれ。なんだよ、めっちゃくちゃすっごい期待したじゃないか。こっち気になったか。ちょっとこっち行こう。うわー、キル、やばい、やばいよ、やばいよ。やばい。よーし、危ない、危ねえ。体力は自動回復？大丈夫かな？こっち行ってよかったんかな？なんかちょっと怖いかも。戻ろう。オカミいる？そんなにいっぱい出てくるんかこれ。あ、やばい、やばい、やばいよ、やばいよ、やばいよ、やばい。だからこんなに弓矢がいっぱいあったんか。そういうことか。そうか、そういうことか。ちょっとこんな風に言ってみるとね、こんな感じ。分かってないのにね。よっしゃ、弾は20、大丈夫か。一旦ちょっと戻る。これこれこれが壊せるはずだ。何もないってか。からかよ。からかよ、期待したのに。一旦戻って狼まで倒したのに。ウサギいる。あ、ダメだ。あ、気づいた。逃げる。狩る、狩る。あー、アウト。まだ出てきた。そんないっぱい出ちゃダメだって。そんなアクション要素高いのこれ。
そんなアクション要素高いんかこれ。あんまりうろうろしたらダメなんかもしれないな。 OK、 サルベージゲットした。あれこれさっきんとこじゃないかこれ。そうだわ、これただ単に戻ってきただけか。よし、こんなもんかな。これで全部取ったんじゃないか。うん、 OK な感じだねきっとね。さあ行きましょう。避けるっていう動作をちゃんとあの体で反応しないとダメだね。絶対ガンガン行こうとするからね、いけないんだよな。どうだ、もう一度やってみるか。いいよ。ええ、やりましょう。オッケー。でもいいぞ。えんやどと、えんやど、た、え、えん、にゃどとの、えんやど、とと、えんやどと、えんやどと、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 よと。めっちゃ回してたね今ね。片手で押さえようとするな。こういった前にこういった前って山に登れ。寺院にやってきました。なんかもうだんだんともう白っ子に見えてきたな。ジオに乗るんじゃないか。ジオに一回一回こっちを見るな。髪もなんかややちょっとスーパーサイヤ人になってるもんな。黄色だもんな。目をつぶればブロリーかもしれない。父も同じこと言ってた。すごい発見かもしれないぞ。わあ。帰れればでしょ。なんかすげえ祈ってる人がいそうな気がするな。はい、途中で来られた方もこんばんはでございます。ありがとうございます。お、着いたんじゃないか。ちゃんと映像見れてるかな。声と音声は大丈夫。ゲームオート見て食器に大丈夫なら OK 牧場で言ってね。今も進行されてるってこと。この島はかつて邪馬台国の一部だった。君の言った通りだ。失われた国、伝説の地だよ。でもこれは現実で神話の世界なんかじゃない。そうとも、これで一生安泰だ。来い、今すぐだ。仲間が怪我してる。こいつらのせいよ。下がって。信用できない。やばい、銃を持ってるでしょ。面倒は避けたい。だが弾が入ってないんだ。あとで君たちの指導者に合わせてくれ。銃を持ってるでしょって言いながら、実は弾が入ってないんだって。待て、やめろ。やばい、ピンチだな。黙って従うんだ。言う通りにしよう。銃をよこせ。弾は入ってないかな。来い。何者なの。私たちの手をする気。ララ、面倒を起こす。やばいぞ、なんか起きそうな気がするぞ。黙れと言っただろ。いい女だ。俺の妹。やめろ。ララに頼む。やめろ。ララ逃げろ。あっちゃっぱー。逃がすな。痛い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 。女子をそんなことするな。やばいぞ、逃げるんかこれは。身を隠す。静かにしないと。やばい、ステルスアクション入ってる。ステルス入ってる。
どうしよう。これ上、あいつ邪魔だよ。あいつ邪魔だ。あのライトが邪魔だな。オッケー、牧場ありがとうよ。はあ、こげ、撃たれてる撃たれてる。どうする、これ後ろからこそっていくか。ヤバ隊員怖いよ。なんか微妙にうまくいってるのが怖いし ステレス超好きだけどさ、焦るの怖いんだよな。これもいけんの、いけないね。あー怖い、怖った。さあ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 早く。あこっちか。さささささあ、危ない。いつまで隠れているつもりだ。見つからないと思ってるのか。悪い声に行く。セルみたいな声がいた。逃がしはしない。見つかっちゃった。さっさと出てこい。グズグズするな。三角か。ごめん、ごめん。やべ、これ絶対動画でカットしてるわ。再編集絶対カットしてるな。すいませんね、お付き合いくださいね。このもうリトライ事故が入っております。はい、三角レー出しときます。でもう一回三角入るかな。オッケー、この野郎、さっきまでリトライ地獄しやがって。銃の弾入ってないぞ。あかん、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 いけない、いけない、いけない。そんな連動をやめて。あー頭ボコすげえぐいわ。結構さすが Z して、やっぱ超リアル。はあ、やばかった、もう少しね、プレイを長くやっていれば多分ね、慣れてくると思うので、最初なんでね、どうかどうか温かい目で見ていただけると嬉しい限りでございます。やった、セミオートマチックペーストをゲットした。 OK、 だが弾がない。あーと弾もない、矢もないな。調べたらなんか見れるか。この中なんか怪しいんだよな。入れない。ありがとうございます、バイオハイボ。ファイブ、ファイブ、ごめんなさい。バイオファイブね、すいませんね、階段。噛んでるんですね。あかんな、今日はいっぱい噛んでるな。拝見しております。ありがとうございます。楽しんでいただければと思います。さあ、まずは、弾薬を補給したいところだが。敵おるな。どうするか。行くルートはどこだ。行くルート、
敵がおるな。後ろからステレスキルとかないんかな。これこのまま進んでいったらいいんか。なんかおるよ。なんかおるよ。お、大丈夫？お、痛い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 。やばい。やばいよ、負傷しちゃったよ。OK。ヘッドショットはいけるのか？揺れてる揺れてる。OK、ヘッドショット。いけた。いけるんだね、ヘッドショット。弾はな、弾。おお、やった、物資回収したじゃない？ 36 発ある。リロードはどうやってやるの？すごい忙しいね。わたわたしてるね。これ進めるかな、ここで。オッケー。あかん。燃える燃える。燃やせ燃やせ。痛い痛い痛い。やばいよーやばいよー、早く逃げないと。あっちっち。うわー、これ落ちたらやばい。そのなんかすごいこう踊ってる感じが。踊ってる感じがこう。太陽さんさんしてるから、今日も暑い。エアトトエアトト。はい、すいません、でも自由すぎますね今日ね。死体は回収した。おお、50パスもあったね。ありがたいね。弓矢がないな。ああるある。 OK。 さあ敵がおるような感じだわ。サイレントキル。あ、やっぱりそうだ。頭にいけるか。ヘッドショットいけるんだ。なんだそうなんだ。俺のターンが来たようだ。でこれは登れるね。よいしょ、登っちゃいましょう。もう弾薬は OK か。さあどう？これ上？こっち来て、登って、登って、あ、いるね、いるね。どうも調査船らしい。じゃあ、いいもん見せそうだな。時期にわかる。行くか。大丈夫か？オッケー、あぶねー。ほわー。それを見に来た仲間たちが待ってましたと言わんばかりに後ろからキルするよ。助けを頼む。ということで、OK、助けを頼むというところでやってしまったね。大丈夫かな。 OK。 おっ、アップグレードできる。やったね。ってことは弓ができる感じかな、もしかして。聞こえるか。お、来た。遺跡から煙が出てるようだが、大丈夫か。ロス、
あの人たち人を殺してるの。なんか、なんだって、なんかメタルギアの何が目的なの未来みたいな声だな。大丈夫か。あっけなさすぎて怖いくらい。みんなにも気をつけるように伝えて。よし、余計な心配はするな。今はここへたどり着くことだけ考えるんだ。わかった。とりあえず行く先はどこだ。こういうね、アイテムをどんどん取っていかないとね。基本的にはストレスキルしていけばいいのかなっていう感じでございましょうかね。来たキャンプ、やった。持てない。タルコロン、タルコロン。あ、これなんか怪しいぞ。ほら。数字、座標か何か。おジオキャッシュ。まるで誰かに見つけて欲しかったみたい。なんか一つってことは、なんか集めればなんかできるんかな。来ましたね。悪夢ならいつか覚める。この島の悪夢。ファーストトラベル青ノック。つまりこれは現実ってこと。この島にいる。一瞬で移動できるんだ。現実。ダメだ。今はいくら考えても。なるほど、戻れるんだね。スキルちょっと、行きたいと思います。どうか無事でいてくれればいいけど。カウンター、きっと大丈夫よね。この島で何が起きてるのか見当もつかないけど、ロスがきっと帰る方法を見つけてくれるはず。持ち運べる弾薬の数を増やします。あ、これ欲しいな。なんか欲しいのいっぱいあるな。これいけるんか。やった、弾薬はいるでしょう。で、装備品がなんか強化できるってやつ。あ、弓、銃、おお、マジですか。あ、ダメージを強化させる。サルベージ足らない。あ、でも銃は何だい。3点バースト。わお。あ、銃もなんかいいの、いいな。でもな、サルベージ足らないけどな。とりあえず弓をあげようか。発射レートを向上させる。とりあえず弓をちょっとあげようか。いい感じかもしれない。さあ、今現在で、あ、もう36分も経ちましたね。アグレッシブだなって、だいぶね、だいぶアグレッシブだね。本当にね、すごいよね。さあ、ちょっともうちょっと進んでいきましょう。壁に打ち込むと敵の注意を逸らせることができる。ああ、なるほど。やばい。敵にバレたんじゃないか。痛い。来てる。来てるよ。まだ来てる。あ、敵さんどんどん来る。やっべ。これ体力自動回復でよかった。あ、でも敵さん倒した感じね。どうも失礼いたしますよ。
武器があったらこっちのもんだよ。ちょっと解消しておこう。はい、三田さんありがとう、こんばんはね。弓解消しておこう。こっちにもあったでしょ、ほら弾薬、今日弾薬増やすやつもねつけたから、どれぐらい増やせるのかな、わかんないけどね。さあどっち行こうかな。あ、なんか光ってる。あ、この人も買ってなかった。オッケー、経験値。オッケー、経験値。おお、29発。うわ、結構入るんだね。ありがたいね。お、なんか光ってる。ジオキャッシュ。あ、やべえ。これは向こう岸に、あ、これ上か。こっちでこれ入れるんかな。あ、入れない。上ですな。あ、こっちもなんかいけるね。マップ広いな。よし、30発なったよ。ここの下行けるんじゃない。なんか光ってるけど、これ入れるんか。おほほ、お、おい、ちょい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 だ。こんなもんかな。先そに行きましょうか。これか、上で。あ、ランタンを打つと火をつけることができるんだ。なるほど、こういうことか。で、出口が出たのか。ランタンを打つことができるんだ。すごいね。敵おるんでしょう、これ。あ、いた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 。見えてるよ、見えてる、後ろから見えてるよ。ステレスキルできるやん。そうなんだ、できるじゃん。はい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 、どうも失礼いたしましたね。お邪魔しました。さあ敵の声が聞こえるな。どっちだ、上か。いるな、喋ってる感じね。頭打って、どうしようかな。あいつは気づかないだろう、きっと。なんか光照らしてるよ、こっち。やめて。あ、違うの。こいつも頭ドン。よし。あ、見つかった、見つかった、見つかった。
銃行くか。やばい、リロード。オッケー、まだいる、まだ、ちょっとそんな暴れぬちゃく大丈夫。熱い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 。なんかいい感じ、なんか悪い感じ、なんかスレスキルがうまいことできなかったけども、いい感じだったんじゃない。よいしょ、ジャンプライン、ジップラインに向かってジャンプをすると使用できます。へえ、こういうロープがあればこういう風に、こうすごいね、ターザンのターザンになっちゃって、よいしょ、ドヤ顔や、ドヤ顔あー、かなりアクション要素高いな。ふむふむふむ、戻ってきた感じか。あーもうボロボロだな。さあどっち行こうかな。多分こっちだと思うんだけど、こっち行ってみよう。これ樽って壊せるのかな。あ、壊せるんだ。なんか中に入ってるとかわけじゃないんだ。あー松明つけるっぽいな。そう、松明火欲しいな、火。またここに微妙に樽が、あ落ちちゃった、ポロン。おっと、何がある。この絹の扇は19世紀のものね。お、村人か貴族の持ち物だったはず。何、センスが何、それだけ、ぐるって回るだけでしょ。うん、それだけだったそれだけだった。ああそこにタイマー、火つけられるな、いけるな。多分ね、こうでしょ。これを火をつけるとなんか起きるんだろうな。よいしょ、あ、やった、サルベージかな。よし、なんか松明持ってたらモンハンみたいになってくるよな松明持ってエリア移動してるみたいな感じだよね。なんか日記か。島に流れ着いてから何日も天候は荒れ続けた。雨風をしのぐ場所も食…なるほど、各自読んどいてくださいね読むのがめんどくさいって、なことない、めんどくさいよ。ランタン、あ、なんか上渡れる系、これもしかして。そうでもないか。おっと、オートセーブしたね。登るしかない。おお、マジでそんな登り方。おっ、ぐいぐいやべやべ、もうコマンド入力来るんじゃないのこれ。アグレッシブな動きだな、これすごいよ。こんなことできんのはもうジャッキーチェンぐらいしかいないで、これもはやもうジャッキーかもしれないこ
そんなとこよう登るな。しかしながら、あの脇腹、脇に抱えた負傷は大丈夫なんか、治ってんのか。なんか聞こえる。やめじゃない。おー、2丁拳。今行くから。あ、あれは死んじゃうかと思った。船長じゃないの。こいつに助けられた。お前も無事でよかった。でも足の怪我がひどい。なに、見た目が派手なだけだ。な、みんなから連絡は。ちょっと、どこ行く気。やばい、狼にバッグを取られた。送信機もあの中に入ってる。あれがないと助けを呼ぶこともできない。でも傷口を消毒しないと。痛み止めは全部バッグの中だ。そんな、ああ、肩を貸してくれ。よくもまあこんなところまで来たもんだね。ああ、船長行っちゃった。ちょっとやめて、冗談やめてってば。完全に行ってしまった。オッケー、落ち着いて。そう。すっごい重たそうだな。大丈夫、脈はある。脈ある。行っちゃっただけだな。ってことは狼を狩りに行くんか今から。バッグを取れたんだよな。なるほど。どうしたらいいの。よし、なんか見てるなあいつ。足跡、ああ見れるね、足跡。ああなるほど。なんかあれみたいだな。なんだっけ、あ、カラスいる。カレンダーからやつも。すごいな。とりあえずは、なんかちょっと探索、周りを探索しよう。ソリッドアイっていうのかな、なんかメタルギアのソリッドアイみたいな感覚なのかな。光ってんなあいつ。これ気になるな。何を切る。え、これ何を切るの。火つけたけど何もなしやん。これなんかいけるんかな。あ、いけるっぽいな。こう飛んだり、飛んだら渡れる。いけないね。いけないね。いけると思ったんだけどな。まあ、こういうことも大事だね。助けてあげないとね。装備で強化したいね。銃とりあえずちょっとなんか強化したいけども、あとサルベージ足らない。
オートペンとスライドが必要だ。ああ、なんかそういうのがいるんか。進んでいきましょうか。こっち気になるな。これは ここさっき登ってきたところだね。なるほど。でここでボンボン撃って狼と戯れたところだね。うわー悩める。こういう人なんかいるぞ。ほら最後止める。最後あ火つけられるじゃん。ちょっと火つけてみる。ニワトリいるな。どうも、火を灯します。イルミネーター10体のゾーンに火を灯した。なるほど。ってことは10体あるってことか。ここにゲットだせ。さあどうすればよろしいかな。こっちか。なんてあるな。これ開けれない。とりあえずワンコタンの足跡をちょっと探してみようか。違う違う、それじゃないよ。ニワトリじゃないよ。上に行きたいんだよな。上に行くにはどうしたらいいか。こういうことか。よし。もう考えるのもうね、結構疲れるね。さあ、あれ上に乗っかるんかもしれないな、これ多分引っかかれ、やっぱりね。いける？登れる？で、こうか。違う。あ、登れるんか。あ、そういうこと。登れるんか。よし。こっち側も行けるな。これ下も行けたね。これ。あ、指が。これは。オッケーオッケー。下行けるんです。ちょっと下の方を先行ってみよう。で、上登って。オッケー。鎌倉時代の遺跡？山大国と関係ある？マジっすか？卑弥呼様って。このコーラを、ゲップしないで、一気に、この山手線を全部言い切りますって。違うか！装備品のアップグレードができる。なるほど。あ、これで向こう行けるんだな。なるほどね。でもこれここじゃないでしょ。あ、でも上行けるけ、もしかして。
どうなの。こっちじゃないね。こっち行って、こっち行って、こっちだ。こっちはちょっと見てみたいね、こっちが。これ、あ、こっち、取れるやん。いけるじゃん。よし。おっと。おっと、神さんの声が聞こえたような、ないような気がするな。ほうって言ったな。いや、取れるな。倒しとくか。邪魔するよ。当たってなかったね。光ってるとかない。おおおお。これ上行けんのか。上登る系なんだけども、これは、うん、あ、上に行く、うん、上に行くで、これなんかなんだこれは。痛い。なんかこれぐるぐる、回れるのかこれ。この棒あるけど。あ、でもこっちがいけるね。やべ。あぶね。ちょっとちょっと、もうなんか動きが荒ぶってるぞ今日は。これを行きたい。ここ、こうか。どうだ。よーし。え。何をしてるの。なんかある。よし、サルベージゲット。なんか飛行機のあれか、翼かこれはっぽいね。なんか火つけておこう。こっちかで、これはどうしたらいいかな。これ登れないな。ここも登れない。あ、こっちか。お、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 ほいー。ほい、危ないねー。ハラハラドキドキやな。いた。オッケー。すごい音したね、今。ワン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 言ってた。で、これはもう、あ、関係ないか。こっちは関係ないか。ん？なんか字が書いてあるね。あ、ほんでこれ向こう側に登れる感じか、これ。銃で撃つ、撃って。オオカミさん、出ておいで。出ないと、出ないとあんなことしちゃうよ。え？はあ、すごい骸骨いっぱい強調してるよ。
これがボス戦か、もしかして。これだ、骸骨の骨がいっぱいだな。よし、早くロスのところへ戻らなきゃ。そう簡単に返してくれないだろうな。戻った頃にいっぱい来るんだろうな、絶対。これコマンドニューラー来るんじゃないか、これ。危ない。間違った。三角じゃなかったんだ。すいませんね。おい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 、今日はリトラ時刻のパターンだな。OK。三角やないか。おっと、いやーもうコマンドニューラー嫌い。はあ、怖いな。絶対ノーミスとか無理やわ、コマンド入力。先言ってっからね、コマンド入力ほんと苦手なんで。年を取るごとに年々コマンド入力の対応さがちょっとあかんくなってきてるの。はい、ちょっとカット。これほんで戻れる感じか。ここかジャンプしちゃう。はいはい、これまだ上の方に来たんか。これでまた下に行くって感じこれ。あ、このコロンコロンコロン。とりあえず戻ろう。なんか打ちたかっただけなんだけどね。松明欲しいな。ここ、これできないかな。あれ箱いけるね。怖そう。早く戻らないとな。心配だな。今頃すごい痛い痛いって言ってるだろうな。 OK、 これちょっと重そう。OK、 サルベージゲット。さあじゃあもうちょっと戻りましょう。早く手当てしてあげないとね。ほい、なんか戻るときは君だね、かなり。痛い。よいしょ。こんな高いところから絶対普通に骨折級だけどな。お待たせ。大丈夫かな。よし、今手当てするね。そんな。あれだけどもんであの負傷を治せるんか。治せるってね。いやー、なんとか一命は取り留めたって感じ。できた。応急処置の仕方なんてどこで覚えたんだ。
バーに勤めてたからね。お酒に喧嘩はつきものでしょ。ああ、送信機もか。よくやった。で、次はこれを持って電波塔に登らないといけないんでしょ。強い信号を360度発信するにはそれが確実だ。電波塔行かなきゃならないか。ララ、ちょっと腕ちょっと触ってる。あ、ダメ。ちょっと触ってる。触れてる。この足ではタワーに登れない。触れてる。うん、大体予想はついてたから。睨んでるね。お前なら大丈夫だ。クロフト家の血を引いてる。私は変わり種だから。そんなことはない。お、自分で気づいていないだけだ。なんだそれ。実地訓練しかなさそうね。やってやるか。ララ、気をつけるんだぞ。まさか近接攻撃ができるようになったんじゃないか。武器だよね、これね。めっちゃやる気満々じゃないか。ピッケル。敵がいけるのか。なるほど。じゃあちょっとピッケルちょっとやってみましょう。こういうとここだね。これなら登れる。おお。うわ、すっげ。ピッケルが使えることによって岩壁、これ岩が登れるようになったんだね。すごいね。さらにアクション性が高くなっちゃったね。さあ、ということで、ね、1時間経ちましたけれども、次は滝の頂上を目指していくという感じでしょうか。ちょっとね、完全に行ってたかもしれない船長。船長だよね。無事ね、治療できたので。さあ、それでは、今日はここにて、終了したいと思います。また次回はここから始めていきたいと思いますので、またぜひ次回も、見てください。それでは今日はありがとうございました。それではお疲れ様です。おやすみなさい。じゃあね、バイバイ。